どうもデーモン国霊です違うか吉田サラダです。旅の舞台は県の中央富山市呉羽。この地といえばこれこれ浅野山関、テーマの人気者ですよ。です、ね、ご存知浅野山のふるさと。浅野山も行ったかもしれないスポットを巡りますかも浅野山を生んだ地ですからね、雄大な感じがしますよ。呉羽の町で浅野山の存在感に負けないトレードマークがあります。めちゃくちゃ立派な看板だるまや、ラーメン屋さん。あ、こんにちは。こんにちは。こんにちは。いらっしゃいませ。なんでだるまなんですか？あ、だるま、じいちゃん昔ちょっと大きくて、でお客さんに、はい、屋台でこうラーメン作っとったら、はい、まあ、ちょっと大きいんでだるま親父やねみたいな。あ、はい、でお孫さん、はい、僕3代目孫です。あ、3代目。秘伝の醤油だれが効いたブラックラーメンが人気。味は2種類から。元祖っていうのとヤングっていうのがあります。屋台からこれもね売ってるんで、まあ、どっちとももう長い歴史にはなるんですけど、その長い歴史を物語るものが厨房に。うわ、すごい。高岡同期のゆで釜で100リットルぐらい、世界で1個しかない。初めて見ました。ラーメンプロデュースさせてもらってたんで。かっこいい。あの、違うかっていう。そうです。かっこいい。かっこよくないですよ。かっこいいですよ。麺はおじいちゃんから受け継いだ手もみで作る自家製麺。はい、すいません、お待たせです。これがヤングです。ヤング来た。うまそう。真っ黒だ。あ、うわめっちゃパンチ効いてます。濃いんですけど油の甘みでね、くどくない濃さなんですよ。うまっ。この麺めちゃくちゃ美味しいですね。小麦の旨味もパーッと広がっていくんですよ。このスープとめっちゃ合ってる。食感もええわ。昔うどんなども扱う食堂だった名残で、天かすを乗せるのも通な楽しみ方。だるまおじいちゃんから、はい、これ大事にしろとかあるんですか？やっぱそのお客さんの顔を見て、うん、その美味しいもん作ったれよっていう。うち元祖とヤングどっちがいいってよくお客さんからも聞かれるんですよ、はい、でやっぱそういう時にあのお客さんの顔を見てこの人疲れとりそうやなって思ったら、うん、ヤングみたいな感じで。一番喜んでもらえるものを出しなさいっていうことですね、はい、優しい。夏休みには子ども向けにラーメン教室を開く予定だそうで、ラーメン屋さんまたやりたいなとか思いますか？あ、思いはあります。ではぜひぜひこの富山の土地でラーメン一緒に作れたらなと思います、はい、あ、なんか嬉しいこと言ってくれますね。ちょっとさっきスープ取った映像もう一回ゆっくり見せてください。作ろうとしてます、はい、全部包み隠さず教えますんで、はい、次ちょっと時を戻して、時を戻す、もう一回食べるダメ。え、どういうこと、どういうこと？時を戻せる場所、よろしくお願いします。これはね、北台縄文広場というところでね。縄文、だから時を戻そう。あ、今から4000年前、縄文時代の暮らしや住居を再現したのがこの北台縄文広場。あ、どうですか、いかがですか？あ、いいです、いいです。はい、行きますね。はい、はい、行きますね。縄文、縄文ですね。縄文人やったら僕モテますこれ。さあ行きましょう。僕ああいうのをイメージしてたんですよ。縄文の、ね、なんか山の中に隠れてる家みたいな。普通はね、屋根をかやぶきにしてるんですけども、ここでは土を乗せてある土吹き屋根なんです。土吹き、はい、わー狭っ。おー、当たり前かもしれないですけど電気ないんですね。そうですね。カメラさん、あの、これって撮れてるんですか、この真っ暗な中。撮れてる。栗の木を使った縦穴住居はかなり丈夫で、元日の地震でも歪みや損傷はなかったというから驚きです。そうですか。丈夫で長持ちする、伐採した後は加工しやすいという、縄文人はそういう木の性質をよく知っていて。いや、素晴らしいですね。雨全然入ってこないですもんね。暮らしの必需品、縄文土器作りは子供でも簡単な体験です。あ、
すごい。真似して作ったやつ。すごい。いつでも縄文人になれますね。これあのよく似たのが長野県の。あ、今バーン言いましたよ。ガーン言いましたよ。あらっぽい。なんでこのボランティアさんをやろうと。ボランティアしてた人に誘われて、はいはい、でもやってみるとなんか楽しいから童心に帰ったみたいな。あ、後日野焼きした時に区別できるよう名前を書き、オリジナルの模様をつければ完成。やっぱりドキだけにハート2つでドキドキ。名前も書いておきました。舘ひろしです。違うか。本当に嘘？嘘じゃなく、いやボケっていう。もし舘ひろしさん違います。もうその名前一回書いてるんでやめてください。縄文時代、そして舘ひろしさん気分とはおさらば。現代に戻ってまいりました。やっぱり現代といえば車社会、教習所ですね。俺免許持ってますよ。なんでここ、お、カフェですよ、カフェ。開放感あってめっちゃおしゃれなカフェ。自動車教習所とは思えない。呉羽自動車学校にあるカフェソシオ、教習生に限らず誰でも利用でき、キッズスペースも完備。お店こだわりは一から手作りしている自家製ドリンク。いただいたのはコーラです。思ってた感じのコーラと全然違います。あ、もう爽やか、さっぱり。ライムがまた効いてますね。そんな甘くないからこれなんぼでも飲める感じ。自家製にこだわるのにはある理由が。私が個人的に甘いのが苦手なので。あ、そうなんですか。自分が美味しいと思えるコーラを作ろうって思ったのがきっかけです。月替わりの限定パフェも必見。京都で腕を磨いた西尾さんのパフェは素材を生かした味が評判です。抹茶のモンブランのパフェになります。抹茶のパンナコッタ、白玉、小豆が入ってます。もう見た感じとかめちゃくちゃ甘そうですけどね。あ、抹茶のコクはあって、でもめちゃくちゃあっさりしてます。最後までさっぱり食べれるように、中にオレンジ、防法寺茶のジュレが入ってます。この量全然いけますよね。白玉ももちもちして美味しい。いやー、クレハ楽しいなと思いました。縄文時代のチョッキ切れて、あれね、でもまだチョッキの匂いちょっとするんですよ。朝の匂いが。